んにちは。マールスチャンネルです。いつもの年より暖かい日が続いていますね。MC のジェーン 3DGF カールです。講師はコウさんにお願いします。DI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は CW 符号の覚え方などについてですね。CW は最初の符号を覚えることが最大の壁になります。符号を覚えられる人は毎日聞き取り練習を続けられる人です。覚えられない人は最初は頑張っても途中でやめてしまう人です。したがって、毎日練習が続けられれば、誰でも符号は覚えられます。毎日少しずつでいいので、根気強く続けることが大切なんですね。CW は難しい数学や物理などの学問ではありません。したがって、記憶力や年齢には関係ありません。符号音に反応して文字がわかる条件反射を養うわけです。1日5分から10分、少しずつ毎日続けることがポイントです。覚えては忘れ、忘れては覚えるの繰り返しで時間をかけて覚えます。CW 符号を覚えるには2つの作業があります。A の文字を符号の突数に変換する。突数の符号を聞いて A の文字に変換する。符号表や符号の順番に並べた解読表は KWD、近畿和文電信の会のホームページにありますので、どうぞご利用くださいね。早く符号を覚える方法として、コッホ法がありますが、ハードルが高く挫折する人があると思いますが、自信のある人は挑戦してみてください。登山に例えるなら、急な山道を駆け上がるのがコッホ法です。それよりも毎日少しずつ符号を聞く練習は、緩やかな山道を時間をかけて登る方法です。時間をかけても頂上へたどり着きますから、こちらの方法をお勧めします。効率的な覚え方は、最初から符号音を聞くのが近道です。ただし、符号音の後に文字がアナウンスされるものを聞いてください。モールス応文入門編で検索できます。これが一番良いと思います。モールス応文入門編では、突数 A、のように文字がアナウンスされますから、初心者さんにはわかりやすいですね。最初に覚える文字は自分のコールサインからです。更新はお互いのコールサインの確認から始まります。自分のコールサインが高速で打たれても聞き取れるようにしておいてください。聞き取り練習は、最近の無線機にはメモリー機能があり、これを利用すれば聞き取り練習ができます。また、更新でよく利用される符号も同じように聞き取りの練習をすれば、更新が早くできるようになります。それでは、無線機のメモリー機能を実際に使ってみましょう。アイコムの IC9700 です。今、モードが SSB モードになってますから、
メニューボタンを押しても、キーヤーのアイコンは出てきません。SSB モードを CW モードに変えます。そして、メニューボタンを押すと、ここにキーヤーのアイコンが出てきます。このキーヤーを押すわけですね。そうすると、8つのチャンネルにそれぞれ符号が入っています。今6番に私のコールサインが入っています。これを再生するわけです。速度を一番遅い6ワードにして再生をしてみます。これが6ワードの速さですね。最初はこのぐらいから聞き始めるのが良いと思います。速度を上げるのはここにスピードボタンがありますから、これを上げていくわけですね。10ワードで聞いてみます。これが10ワードの速さです。更新が行われているのは、だいたい20ワードぐらいが普通ですね。この速さで聞いてみたいと思います。だいぶ速くなりましたが、通常の更新はこれぐらいの速さで行われています。それで DX の更新になると25ワードぐらいで行われています。25ワードで聞いてみます。すごく早いですね。それで DX のコンテストになるとだいたい30ワードぐらいの速度に上がってきます。これはちょっと耳が慣れないと聞き取れないと思うんですけども、このようにスピードの調整が自由にできますから、自分に合ったスピードで符号を聞き取りをしてください。ガイコムの IC7610 です。こちらにもメモリー機能は入ってます。同じように USB モードになってますから、メニューボタンを押しても、キーヤーのアイコンは出てきません。これを CW モードに変えます。メモリーボタンを押すと、ここに同じようにキーヤーのアイコンが出てきます。これを押すわけです。同じように6番に私のコールサインが入ってます。このメモリー機能は新しい文字を書き込むことができます。今8番が空いてますので、8番のメモリーに JN3DGF のコールサインを入れてみたいと思います。新しくコールサインを入れるには、エディットボタン、それからエディット、すでにメモリー8の表示されましたから、こちらを押すわけです。そうすると、テンキーが出てきます。ここで入力をしていくわけです。JN3DGF。これでエンターを押すと、8番に JN3DGF のコールサインが入ります。これで戻りますと、8番のメモリーに JN3 の DGF のコールサインが入りました。これをタッチすると、このように符号が流れるわけです。同じように6ワード
で流してみます。IC7610 はここにスピードコントロールのつまみがあります。このつまみを触ってスピードの調整をします。今だいたい16から15ワードになりましたので、15ワードで聞いてみたいと思います。コールサインはこのように聞き取り練習ができます。同じように更新で使う符号がすでに入力されてますので、更新に使う符号を聞いてみる場合はすでに入力されたボタンをタッチするわけです。 CQ はこれです。このように更新で使う符号を聞く場合はそれぞれに入力されたボタンをタッチすれば良いわけです。メモリー機能を使って符号が聞けるように練習してみてください。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。